All right. This is Todd TV. We're going to do a quick plug in. So, first episode went pretty good. I think I really liked it. So, move on with episode two. We are training Gohan. I forgot about the part where Gohan becomes a Uzaru, I believe is the proper, well, grade 8. And now I have to fight him as Piccolo. So here we are right now. I'm just going to plug y'all in. Let's go. I'm on my way, man. I'm fucking up. I'm looking at his health just rapidly decrease. I'm getting his ass to. That man really blew up the moon. That's crazy. まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の仕事をするから、もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。どこのどいつかわからんが、敵であれば倒すだけだ。おい、うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。その様子ではやる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。One boy Krillin said, I'm been killed by demons. また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見込みるなよ。マタンゴーザッポー。
Not holding back on nobody. And the name is Parker Zero. And he went up there over here? I do that to the boy Krillin.少しはやるようになったか。ああ、貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ。俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。 ピッコロか。俺が感じた炎の源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。雑魚なりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならんが相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。 そういうことか。そして、その仕上げとして、強者と戦い、修行の成果を試すように言われ、地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。I am looking forward to using Tien and Sparking Zero. 天界一武道会で孫と戦っていきな。そうだ。 俺は孫の本気を引き出すことすらできなかった。多少はやるようだな。その程度か。 I missed that time. So far, so good on S-Ranks. くらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけど、必ず貴様を倒してやるからな。I hope they let me do the Tien versus Nappa fight. I definitely don't want to do the Yamcha versus Cyberman. The time to go back and forth and I just chase one.
いや。Sweet. ピッコロ、俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。ふん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。お前が悟空と戦った天界地武道会に俺だって出ていたんだからな。なかなかやるじゃないかピッコロ。知らんな。生きがる余裕あるよ。なあ、そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。はい、チェイカー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 。自分の力不足を思い知り、we try to get him out the way and I still hit him. Let's end this. Yamcha. Chikara no sa o omoi shitta yo da.I'm gonna keep trying to get him to level 10 so I can do that little. Whatever that thing is, kitchen. Bakami, Kisama が修行している間、俺さ、勝利は一から見てる。やるしかない。逃げる。Fight Piccolo, let's do it. 逃げるのではない。感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。それが防御か。もっと気を集中しろ。
この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！I like that. あっさりと、まあ。I don't know why I never played this game sooner. 苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。I see. ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとうピッコロさん。道具がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って何か文句でもあるのか。うん、ありがとうピッコロさん。That's the one thing about the Japanese, they do be having to sound crazy, you know?いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして決戦の時は近づいた。Damn.
I think we're gonna go ahead and stop it here after this. Until next time, friends. That nigga thought he was gonna hit me with some movement shit. Windows hit it, I got 20 inch rims. Fuck this bitch, wanna slide through, this is a clamp, but I'm back.